第466条の4、1、第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差し押さえ債権者に対しては適用しない。2、前項の規定にかかわらず、譲り受け人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる自由をもって差し押さえ債権者に対抗することができる。 A が債務者に対し30万円の金銭債権を持っていて、債権の譲渡を禁止しているとします。この債権を A の債権者である B が差し押さえました。 B は差し押さえられた債権を行使します。この時債務者は譲渡禁止特約があるからといって支払いを拒むことはできません。これは B が譲渡禁止について悪意もしくは善意重過失の場合も同様です。第2項は同乗人物が1人増えます。 B は A から30万円の金銭債権を譲り受けました。この債権には譲渡禁止特約がついており、 B は特約を知っていたとします。この場合債務者は B の請求を拒むことができます。この譲渡された債権を B の債権者 C が差し押さえました。この場合は債務者は C の請求を拒むことができます。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。